第1話、小刻みに震えながら歩く人。先日夜道を歩いていると、前から小刻みに震えながらこっちに歩いてくる人がいたんだ。普段からあまり人通りのない道だし明かりもほとんどないところだから、少し警戒しながら通り過ぎようと思ったのね。相手のことなるべく見ないようにしてたんだけど、なんか首がおかしいんだよ。へこ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 えしゃくしてるっていうかさ、相変わらず体も震えてるしすごい気味が悪かった。その時音楽聴きながら歩いてたんだけど、急に襲われたりしたら危ないからとっさに音消したのね。そしたらブツ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 。そいつがつぶやいてるんだ。何言ってるかほとんどわからなかったから聞こえてきた単語だけ抜粋すると。聞こえ、や、うれ、うれ、やく、腰、つく、もうすぐ、うれて、つく。そんな感じでずっとつぶやいてた。もう怖くなって走って通り過ぎようと思った瞬間そいつが。やくつく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 やくって叫びながら走り去っていった。冬なのに汗びっしょりになって腰が抜けそうだった。そいつの残りがっていうのかな？なんか匂うんだよね。腐ったような、ちょっと湿った生乾きの部屋干しのような匂いがさ。また遭遇したら嫌だから慌てて家に帰ったんだ。風呂入ってビール飲んで、ほっと一息ついたところでふと思ったんだけど、あいつなんかおかしかった。体は小刻みに震えてたし首もヘコヘコ動いてたけど軸がぶれてないっていうのかな？スーッと向かってくる感じ。足音っていうよりズズズって引きずるような音がしてた。首の動き方もなんか変だったんだよね。張り子の虎みたいな感じなのかな？うまく言い表せないんだけど機械的な、首だけが分離して会釈してるようなさ。その日は怖くて電気消せなかった。思い出さないように違うこと考えて忘れようとしたんだけど、あの部屋干しのような匂いがいつまでも鼻にこびりついてて取れなかった。第2話、あなた見えてるんでしょ？私自身は霊感はないと思うの宮の店員です。結構同僚やお客さんで見えるっていう人は多いんだけど、同じ店で働いていた A ちゃんが特に冴えてたので聞いた話を、わかりやすく書こうと思うあまり、あんまり怖くなかったらごめん。A ちゃんは自宅から10分ほど JR に乗って通勤してくる。いつものように普通電車に乗って、隣の車両に一番近い端っこの席に座った時のこと。ホステスの出勤時間で通勤ラッシュとは反対方面へ向かう電車です。隣の車両に、もう一つ向こうの車両から女の人が映ってきたのも、ちょっと目線をやるだけで見える程度には空いていたそうです。その女の人は乗客を一人一人見るようにゆっくりと歩いてきて、A ちゃんのいる車両へ近づいてきた。けどその女の人が近づいてくれば来るほど寒気がしてきて、こんなことは初めてじゃない A ちゃんはすぐに気づく。あの女の人、霊だ。関わりたくなくて、その女の人がこっちの車両に移ってくる前に、A ちゃんは寝たふりを決め込んだそうです。やがて女の人がこっちの車両へやってくる。ゆっくりと A ちゃんの前を通過する。A ちゃんが乗っていたのは7両編成のちょうど真ん中あたりの車両で、女の人は多分次の車両に行ってしまったのでしょう。それでもまだ寒気がするので念のため A ちゃんは寝たふりを続けました。やがて A ちゃんの降りる駅に着きます。ここらでは一番の繁華街。降りる人も多く、A ちゃんはようやく寝たふりをやめて、乗り降り口に向かいました。あの女の人の姿は見えませんでした。でも、A ちゃんがまさにその電車を降りようとしたとき、耳元で、あなた見えてるんでしょ？って、うわぁ話しかけてきたって A ちゃんが慌てて降車してホームに降り立つと、まあいいわ、くはにゃ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 ん、また乗ってね。って声がしてドアが閉まったんだって。にゃにゃにゃんにゃんは数字。JR の車体番号？何が怖いって、この話を聞いてた時、全く霊感なんかないはずの私の頭の中に、白いレインコートみたいなワンピースみたいな服を着た髪の長い女の人が、不気味にクスクス笑ってる映像がブワッと浮かんだこと。そのことを A ちゃんに言ったら、確かにその女の人は、テイラードエリっぽい長袖の白いワンピースを着た髪の長い美人だった。って、この A ちゃんの話にはちょっとした後日談があります。A ちゃんと一緒に住んでいるお姉さんは OL だから、夜は家にいて終電を逃した日なんかは車で迎えに来てくれるそうなんだけど、
そのまた乗ってね事件のあった数日後にお姉さんに迎えに来てもらって、その日 A ちゃんはフラフラに泥酔してた。お姉さんに。もう、あんたはそんなに酔っ払って。もし私が来れなくてタクシーで帰るとき、ちゃんと運転手さんに自分の家言えるの？って言われて。大丈夫。A ちゃんのお家は神戸市バツバツ区バツバツ町三丁目。ぐはにゃにゃにゃんにゃん。ぐはにゃにゃにゃんにゃん。ぐはにゃにゃにゃんにゃん。って元気いっぱいに答えて、お姉さんに。え、それは電車の番号でしょ？って言われるまで、自分が電車の霊に言われた数字を連呼してることに気づかなかったとか。A ちゃんは数字が苦手で、市外局番の後の7、8桁の番号でさえ、4桁ずつ何回も見直して電話かけるような子なのに。第3話、予知された死に様。宮城県に八木山橋ってあるじゃん、自殺の名所の。実はあそこの下の辰の口渓谷って降りていけてね、足場は悪いんだけど、地層とか生物とか、面白い場所なんだよね。3年前の、俺がオカルト板に来る前の話で、あんまりオカルトに興味なかった俺が、興味を持つきっかけになった話。その頃は八木山橋が自殺の名所とは知ってたんだけど、幽霊とかは信じてなくてね。化石とか、鉱石に興味があって、大学の仲間とたびたび行ってたんだよね。特に夏場とかは、川べり特有の涼しさと、上流こその水の綺麗さで、結構遊べる場所だったんだよ。ただ行く時にはルールがあって、そのうちの一つとしてカメラの所持は禁止していたんだよね。これは前述の通り足場が悪くて、川に落ちるやつもいるから、水に濡れるとダメになるような電化製品は危ないってだけ。心霊写真防止とかじゃなかったんだよ。携帯電話とかも、100円ショップの密閉できる袋に入れて持ち歩いてたね。ただ、一度だけデジカメを持ってきたやつがいたことがあった。ここではそいつをEって呼ばせてもらう。その日は5人で行ったんだけど、俺とそいつと、あと3名。実はEは彼女と別れたばっかりらしくて、Eの好きな女子を呼んだんだよ。その写真が撮りたくて生活防水のデジカメを買って持ってきていたんだよね。写真データを送るから、アドレス教えてっていうつもりだったらしい。まあ辰の口渓谷に入ってから出てくるまでは省くんだけど、もちろんそこで自殺者を見つけたりはしなかった。毎日誰か飛び降りてるわけじゃないしね。ただ、帰りに立ち寄ったマックで、写真を見てたら、死体が写ってたんだよね。帰り際に俺が撮った写真なんだけど、川を挟んで向こう側の岩の上に、仰向けの状態で人の下半身らしきものが置いてあるっていうのかな。とりあえず、ジーンズを履いた下半身が岩の上に乗っかってんのが映ってる。上半身は岩の向こうで見えない。なんとかジーンズが落っこちてるだけって思い込もうとしたんだけど、ジーンズからは足らしきものが飛び出てるし、岩の上は泥だとは思えないような乾いた血みたいな色してんの。なんで気づかないで撮ってんだ、とか、ここで撮れって言ったのはお前だ、とか、見えなかっただ、とか俺とEで言い合いして、他の人の提案でEが警察に電話したんだ。代表者の連絡先を聞かれて、代表者として俺の電話番号も教えた。写真についても説明したが、現場に確認に行きますので、後日お願いしますって言われた。まあ正直、心霊写真的なものを証拠に持ち込まれても警察では困るからだろうね。すごい気まずい空気の中、30分くらいして、Eに電話が来た。Eはわざわざ店の外に出て電話してたんだけど、青い顔して戻ってきた。どうやら警察が言うには、捜索したが死体なんてなかったんだと。俺たちは気味が悪いと思いながらも、無理やり見間違いだったってことにしたが、E はなぜか異常に取り乱して、現に死体が映ってるしないはずがない、絶対死体だと言って聞かなかった。俺たちは川で遊んでいた奴が、奥の方にある沼にでもハマって、泥だらけのジーンズを捨てていっただけだって言ったが、全く聞きつけない。心霊写真じゃないかとも言ったが、はっきり写ってる、死体があるんだ、と言って聞かない。デジカメの画像を指さして、絶対ある。足も出てるって狂ったようにわめき始め、女子を怯えさせ、挙句の果てに確認に行くと言い始めた。女子はもう帰りたがっていたし、すでに暗くなり始めていたこともあって、もしあったなら、暗くなって警察も見落としたんだ。きっと明日ちゃんと探してくれるとなだめて、俺は強制的に解散にした。Eは最後まで納得していなかったが、車もないし、どうせ一人じゃいけないだろうと、俺は面倒になってさっさと帰った。
翌日の午前中、死体を回収しました。ご迷惑をおかけしました。という電話が警察から俺にかかってきた。俺は正直安心した。いいと険悪な感じになっていたから、警察のミスでなら、簡単に仲直りできると思った。警察の話も半分だけ聞いているような状況で、写真の提出を求められて、そういえばなんでEに先にかけなかったんですか?と質問した。E にかけたが出なかったと説明してよこした。写真は彼が持っているので、と話している途中、少し気になってやはり昨日は発見できなかったのかと尋ねた。警察は、すでに暗かったので捜索は無理でしたと答えた。俺はそれでもわざわざ確認に行っていただけたようで、ありがとうございますと言った。電話の向こうから、昨日は確認に行っておりませんよ、という答えが返ってきた。その日のうちに E は見つかったが、写真の場所で飛び降り死体になって、午前中に回収されていた。前日別れたままの格好で、ズボンもジーンズじゃないが、説明されて浮かんできたのは、あの写真とそっくり同じ死に様だ。上半身が見えなかったのは、尖った岩に叩きつけられて、背骨が粉砕され胴が伸びて頭が重いから異様に向こうに垂れ下がっていたらしい。俺にかかってきた電話が、E の飛び降り死体回収の電話だった。俺たちが死体を見つけた時点では E は生きていた。俺たちが見つけたのは別の死体だと言ったが、カメラは行方不明になっており、証拠もない。警察から E に電話がかかってきたと言ったが、携帯も行方不明、携帯の会社に通話記録も残っていない。そして、一番意味がわからないのは、E が見つかった場所は橋からかなり遠いのに、E は高さ100メートル程度から地面に叩きつけられた死に方をしていたらしい。俺たちが見つけた死体も、E のカメラも携帯も見つかってない。てかしりすぼみな感じになったが、思い出してると気持ち悪くなってきたから、ごめん。第4話、早朝出勤。ちょっとスレの流れが止まって人もいないようなので、ダラダラした文で悪いけど書き込んでみる。自分の人生の中で唯一の不思議な体験。昔、某スーパーに勤めてた時、翌日の本部での課内会議のために書類を作成しなきゃならなくなった。パソコンを所持してなかったので、仕事の合間に進めてはいたんだが間に合わずに、会議当日の朝に朝一で会社に行って仕上げなきゃならん羽目になった。朝5時に商品搬入検品係の研修口のおじさんの出社に合わせて、裏の研修口から一緒に入店したんだわ。最近、パソコンの調子が悪くて急にシャットダウンするんだがまた起こった。書き溜めたメモが消えて見れないのでなんとか急いで書き込む。薄暗い店内を進むと、レジの向こうの方のお客様サービスセンターみたいな場所があるんだが、そこにスーツ姿のおじさんっぽい人が受付に座ってるのね。非常口案内の明かりでぼんやりとしか見えなかったんだけど、とりあえずおはようございますって挨拶したんだけど、無視されたみたいで無反応だった。自分はこの店に着任してまだ1ヶ月ぐらいだったので、食品フロアの人以外の顔と名前が一致しなくて、その人が誰かわかんなくて不愛想な人だなぐらいにしか思わなかった。なんとか1時間くらいで書類も完成して、会議用の名札を自分のロッカーに取りに5階まで階段を上がったんだ。働いてる比率では男性がすごく少ないので、男性更衣室はほとんど物置部屋レベルの小部屋。階段を登ってる時に上を見上げたら、さっきのスーツの男性が廊下を曲がって更衣室方向に消えた。こんな早朝に食品以外の人が出社してるなんて珍しいなって思ったんだが、その後を追って更衣室に入ると、電気はついてるんだけど誰も更衣室にいない。狭い部屋なので隠れる場所なんか皆無だし、当然この5階は男性更衣室以外に部屋なんかない。なんでだろ?なんて不思議に思いながら名札をポケットに入れて更衣室を出た。部屋を出た時に自分は電気を消したのに、ドアを閉めたらなぜか更衣室の電気が再度ついた。その時に初めて心霊的なものなのか?って気づいてビビって転倒した室内を確認せずにダッシュで1階まで降りた。1階の研修口で、入居が一段落した研修のおじさんと出社してきた警備員さんが談笑してたので、もしかしたら泥棒の可能性もあるので慌てて今起こったことを説明した。すると二人は顔を見合わせて困ったような感じで、大丈夫だから気にしなくていいよって言われたんだ。課内会議が臨検であるため時間もなく、自分も深くは聞かず会議へと向かった。
会議中もすごい先ほどの出来事が気になって、自分の前任の人がいたので休憩中に聞いてみても、知らないなーって反応だった。夕方に会議が終わって、旅費申請用紙だけ提出してから帰宅しようと考えて店舗に寄った。事務所で用紙に記入していると、普段は滅多に食品フロアの人間に声をかけない店長に応接室に呼ばれた。着任1ヶ月も過ぎて、そろそろ店長からの細かな業績確認をされるのかなと思いながら部屋に入った。まさに想像していた通り業績の確認や今後の打ち合わせだった。それが30分ほどで済んで店長がタバコを吸いながら雑談を始めた。会話が詰まった頃に店長が一言。朝のことなんやけどな。朝に男の人店内で見かけたらしいな。はい、なんか消えちゃったみたいにいなくなったんですけど。実はな、これは絶対に口外しないでおいてほしいんだが。どうやら自分の着任する1年ほど前に、お客様受付担当の男性主任が、帰宅途中に交通事故で亡くなっていたらしい。お葬式が終わって、しばらくしてからなぜか早朝の店内で、スーツの男性を見かける事象が研修担当の人たちの間で続出。研修の人や警備の人は亡くなった主任の顔は当然知っており、間違いなくその主任だとのこと。受付や事務所、更衣室でその男性と早朝にすれ違うことがあるとのことだった。ただその主任らしき男性はこちらに対して何の反応をするでもなく、ただ店内をうろついては消えるだけで無害とのこと。店で働いてる多くはパートのおばちゃんたちなので怖がらせたり、変な噂話が広がると困るので決して口外するなと言われた。自分が亡くなったことがまだ分かってないんやろうかな。真面目な主任だったからな。店長もどう対処していいのか困っていた。結局このことを知ってるのは店長、副店長、研修、警備、野菜売り場の主任と自分だけ。後日、野菜売り場の主任と飲んだ時にそのことを話したんだが、ほぼ現れるのは受付付近なんだけど、たまにレジそばで見ることがあってビビるって笑ってた。ただ朝6時過ぎると滅多に見ないらしいので、早朝出勤する時は6時以降にした方がいいよとアドバイスされた。今でもこのスーパーは営業してるし客数も多い。地元でもそこそこ繁盛してる店だけに、常連客が知ったらびっくりするだろうな。ちなみに俺はビビリなので、その後は早朝出勤もしてないし、夜も9時前には仕事を終えて帰宅することにしていたので、二度目の不思議体験はありませんでした。終わりです。第5話、夜中の死神。家系なのか血筋なのかわかりませんが、私の家族は代々霊感が少なからずあります。それを踏まえてこの記事を読んでください。あれは私が高校生くらいの頃のことでした。今はスーツを着て革のカバンを持っているバリバリのサラリーマンの姿をしていますが、当時は結構やんちゃなことをしていました。恥ずかしながら夜遊びやバイクを乗り回していたものです。恥ずかしながら、何度か警察にもお世話になったこともあります。そんなやんちゃな私はある時、当時の仲間と共に心霊スポット、愛知県有名な心霊スポットです、に行こうという話になりました。当時怖いものなしだったので、度胸試しのつもりでみんなで行きました。その心霊スポットに着いたのは大体夜中の1時頃でしょうか。みんなは怖がっていましたが、私には全く怖くありませんでした。というのも冒頭で話したように私の家系は霊感が強かったので、守護霊がついているということを聞いていたからです。とりわけ私についている守護霊は強いようだったので、それも合わさって怖さはありませんでした。そこでの出来事は何も起こりませんでした。あまりにも何も起こらなかったので、他の心霊スポットを何軒も回ったのですが、それでも何もありませんでした。仲間たちとはその日別れて何事もなく次の日の朝を迎えました。高校に行き、昨日の仲間たちと心霊スポットの話をして何事もなく家に帰ってきました。そう、これが嵐の前の静けさだったということも知らずに。事件は心霊スポット巡りをした次の日に起こりました。当時私は二段ベッドに寝ていて弟が上、私は下で寝ていました。あれは夜中の2時過ぎた頃でしょうか。突然耳鳴りがしてキーンという音が鳴ったのかと思うと、体が一切動かなくなってしまいました。体は動かないけど目は動く。普通の人なら恐れてあがいているでしょうが、この時の私は何も恐れていませんでした。ああ、金縛りか。
前にもあったような気がするし、科学的にも証明されてるしなぁ。なんて考えながら、何ももがかずにただじっと待っていました。ですが様子がおかしいことに気がつきます。いつまで経っても金縛りは解けず、部屋の温度が一気に下がっていくのを感じました。冬の寒さのようなただ寒いという感じではなく、ゾワッとするような感じの寒さです。さすがに本能的に私は、あ、今までにないくらいヤバいやつ、と感じたのを覚えています。そしてヤバいと思っていた最中、部屋のドアのところから何者かが出てきました。部屋のドアが開いていないので明らかに両親ではありません。その何者かの方に目をやると、お面をかぶった白装束の4人が立っていました。手には漫画で見るような大きな釜を持っています。それぞれのお面を見てみると左から、般若、沖縄、おかめ、天狗だったんです。そして足音も立てずに4人の白装束たちは、金縛りにあっている私の横に近づいてきました。そのうち1人が私に何かを言ってきました。4人のうち誰が言っているのかははっきりとはわかりませんでしたが、何かを言っているのは確かです。正直恐怖と絶望感で何を言っているのかは理解できませんでした。魂が、主語が、と言っていたようですが、内容は理解できません。ですがそんな中でも最後の一言だけははっきりとしています。次はないぞ。この言葉を言った後に4人組は去っていきました。去った後は何事もなかったかのように金縛りは解け、体は自由に動くようになりました。次はないぞ、それを聞いてから数分間は鳥肌が立ちっぱなしでした。正直あの時はこの世からいなくなることを覚悟していたんです。よく人生を走馬灯のように駆け巡ったというような話を聞きますが、まさにそれでした。この出来事から数日経った頃、私はあの4人の白装束の人たちは何者なのか考えていました。はじめは心霊スポットでついてきた悪霊かとも思っていたのですが、今では守護霊だったのではないのかと考えています。守護霊が悪霊から守ってくれたために、度胸試し当日には何もなかった。でも私の行動を見ていた守護霊たちが、次の日の夜に最後の忠告をしに来た。そう考えるとなぜか妙に納得ができたんです。もしこの出来事の後に悪ふざけで心霊スポットに行っていたら、私は今この世に確実にいなかったでしょう。実はこの話には後日談があります。職場の先輩、イゴ T さん、にも私と同じような出来事を体験していた人がいます。T さんの話によると、その体験をした前日にお兄さんと心霊スポットを巡っていたそうです。その場所は私が行った場所とは違いましたが、結構有名な心霊スポットです。T さんは心霊スポット巡りの次の日に、獣の仮面をかぶった奴らを見た、と語っています。そして続けて私にこう言いました。よく奴らを見て生き残っていたな。私はすかさずなぜそんなことを言うのか尋ねました。そうすると衝撃の事実が判明したんです。なんと T さんと一緒に心霊スポット巡りをしていたお兄さんが、亡くなってしまったそうなんです。あの獣の仮面をつけた奴らを見た日に、この時再び悪いことをせずに、親孝行をして生きようと心に決めました。